それでは講演を始めさせていただきます。 Amazon EC2 入門と題しまして、 Amazon Web Service Japan 株式会社、技術統括本部、ソリューションアーキテクト、河本文博より講演をさせていただきます。では河本さん、お願いいたします。皆様、本日はですね、このセッションご参加いただきまして誠にありがとうございます。私 Amazon Web Service Japan でですね、ソリューションアーキテクトを担当しております河本と申します。 Amazon EC2 入門、私河本の方で担当させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、まず、最初にお願いになります。受付でですね、アンケートをお配りしていたかと思うんですが、本セッションのご感想をいただけると、幸いです。アンケートをですね、ご提出いただけましたら、AWS のですね、オリジナルグッズをプレゼントさせていただいております。そしてですね、本セッションで使うスライドですが、後日ですね、ダウンロード可能になっておりますので、ご安心いただければと思います。それではですね、早速、セッションに入っていきたいと思います。まずはですね、アジェンダになります。最初にですね、クラウド上の仮想サーバーとはということで、オンプレミスからですね、AWS に移行するときに使われる、仮想サーバー EC2 についての概要、特徴についてお話しさせていただきたいと思います。次にですね、なぜクラウドで、仮想サーバーを使うかということで、クラウド上のですね、仮想サーバーとですね、オンプレミス関係の仮想サーバーをですね、比較しながら、クラウドでですね、仮想サーバーを使う理由についてお話しさせていただければと思います。そして最後にですね、 EC2 を使い始める手順、本番環境で使う場合のですね、ポイントをですね、お話しさせていただきます。この中でですね、実際に EC2 を作成起動までをですね、やってみたいと思います。はい、それではですね、クラウドの仮想サーバーについてお話ししていきたいと思います。まずですね、EC2 の歴史なんですが、2006年のですね、8月にですね、サービスが開始されました。もうですね、10年以上になる歴史のあるサービスになっております。掲載されている通りですね、当時は M1 スモールというですね、一つのインスタンスタイプのみで提供されておりました。インスタンスタイプというのはですね、EC2 のスペックを表す用語になっております。それではですね、まずは EC2 の特徴についてお話しさせていただきたいと思います。まずはですね、セルフサービスなインフラということで、オンプレミスの環境においてはですね、ハードウェアの発注からインフラ、仮想サーバーが実際に用意されるまでですね、2ヶ月くらいかかると思うんですが、 AWS のですね、クラウドにおいては数分で用意が可能になっております。この後実際にデモをしてみたいと思います。そしてですね、実際の使用分のみのお支払いということで、必要な時にですね、必要なだけ1時間単位で重量課金でですね、ご利用いただくことができます。例えばですね、T2 マイクロというインスタンスタイプではですね、1時間 0.016 ドル、だいたいですね、1時間は2円ぐらいですね、から利用することが可能になっております。そしてリソースの拡張縮小が容易ということで、好きな時に簡単にですね、サーバーを増やしたりですね、減らしたりすることができるようになっております。そしてグローバル展開が容易になります。 AWS のですね、アカウントを一つ作っていただければですね、世界中のですね、リージョンを使うことができますので、グローバル展開を素早く容易にですね、行うことが可能になっております。そしてですね、セキュアな構成ということで、 AWS の堅牢なインフラ環境、 AWS のセキュリティに関するサービスを使うことができますので、セキュアな構成をより簡単にですね、組むことが可能になっております。そして最後にですね、スケール可能な構成になっております。 AWS は事実上無制限のリソースを持っておりますので、サーバーをたくさん使った構成をですね、簡単に取ることが可能になっております。これらがですね、AWS の特徴になっております。
それではですね、どのような仮想サーバーをですね、AWS が用意しているかについてお話ししていきたいと思います。はい、AWS はですね、さまざまな、EC2 を用意しておりまして、まあ、その種類のことをインスタンスタイプというふうに表現しております。現在ですね、東京リージョンにおいてはですね、57のインスタンスタイプを提供しております。そしてですね、提供されているインスタンスタイプのですね、用途別に表したものがですね、インスタンスファミリーになります。左からですね、汎用タイプのものはですね、T2、M3、M4 になっておりまして、コンピューティングに最適なものといたしましては C4、C3、ストレージの IO を最適しているものに関しては I2、I3、D2 が提供されております。そしてですね、コアに対して、メモリ容量が多めなものに関しましては R3、R4、X1 といったものが提供されておりまして、GPU 搭載のものに関しては G2、P2 になります。まあ、この頭文字でですね、インスタンスファミリーを表していることになっております。次にですね、CPU の話をしていきたいと思います。クラウドというとですね、サーバーのアーキテクチャも不明なイメージもあるかもしれないんですが、AWS ではですね、インテル社とのですね、強力なアライアンスによりですね、最新のインテルアーキテクチャ CPU がクラウド上で利用可能になっております。オンプレミスではですね、購入後のサーバー CPU のスペックは日々陳腐化するんですが、AWS のクラウドではですね、常にですね、最新の CPU を搭載したサーバーをですね、利用することが可能になっております。またですね、価格低減も進みますので、同じアーキテクチャをですね、コストパフォーマンスよく使えるということが AWS で可能になっております。それではですね、ここでインスタンスタイプの見方についてまとめたいと思います。ここではですね、 M4 4X Large という記載のされ方になっているのですが、前からですね、インスタンスファミリー、世代、そしてサイズの順番になっております。そしてですね、次にインスタンスタイプの選択方法をお話ししたいと思うんですが、まずですね、用途を確認いただいて、まずですね、インスタンスファミリーと世代を決めていただきます。まあ、その後ですね、必要なサイズを選択する、まあ、このシンプルなやり方で、いいんじゃないかなと思います。まあ、例えばですね、CPU の処理が多い場合については C 系のインスタンスファミリーを選んでいただいたりですね、データベースのようなメモリーがですね、たくさん必要であればですね、R 系のインスタンスファミリーを選んでいただければと思います。そしてですね、そのインスタンスの上で動く OS ミドルウェアなんですが、Windows Red Hat SUSE というですね、よく利用されているですね、OS はもちろん利用できますし、その上でですね、動くミドルウェアもですね、自由に利用していただくことが可能になっております。スライドにありますのは一例になっております。そしてですね、この EC2 のサービスなんですが、 AWS のサービスですので API で制御することが可能になっております。スライドのですね、上の例ですと、東京リージョンである EC2 のイメージからですね、3台の M4 2X Large をですね、起動させるですね、コマンドラインになっております。一方ですね、下側の例ですとオレゴンリージョンでですね、 EC2 を起動させるコマンドラインになっております。このようにですね、 API でですね、 EC2 のプロビジョニングの自動化っていうものが簡単に可能になっております。ここまでがですね、クラウド上の仮想サーバーの説明になっております。続きましてですね、なぜクラウド上で仮想サーバーを使う方がいいのかということでお話ししていきたいと思います。このグラフなんですが、縦軸がですね、サーバーの負荷、サーバーに対する負荷を表しておりまして、横軸がですね、1日を24時間で表しているものになっております。朝からですね、だんだん負荷が上がっていって、お昼頃にピークになっていく、そして下がっていく、よくあるですね、アプリケーションの利用形態だと思います。そしてですね、1台のサーバーでさばける限界性能をですね、黒い太線でグラフに入れてみました。午前0時から午前8時までとですね、夕方の4時からですね、真夜中まではですね、1台のサーバーでさばけるということが分かるかと思います。
ただですね、朝8時から夕方の4時まではですね、サーバーが2台必要になってしまいますので、従来のですね、オンプレミスの環境ではですね、2台分のサーバーを常にですね、用意することが必要だったかと思います。まあ、そうしましたらですね、EC2 ではどのようなことが可能かっていうのを次のスライドから見ていきたいと思います。まずですね、最初の8時間をですね、1台のサーバーで運用する。まあ、これはですね、オンプレミスと同様かと思います。そしてですね、まあ、そのまま先ほどのサーバーをですね、次の8時から16時の間も使うのですが、まあ、その時間帯はですね、サーバーが2台必要なので、まあ、こんな感じでですね、1台足してあげると、そういう形になります。そしてですね、16時以降はですね、サーバー1台で十分なので、1台だけにします。こんな使い方をすることがですね、EC2 では可能になっております。そうするとですね、従来のやり方に比べて3分の1の節約を実現することが可能になっております。そしてですね、次はですね、縦軸をサーバーの台数、処理に必要なサーバーの台数、横軸がですね、1ヶ月を30日で表記しているグラフを見ていきたいと思います。ほとんどの日はですね、1台のサーバーで処理しているんですが、25日からですね、29日、グラフでいうと25日から29日だけですね、たくさんのサーバーが必要な、まあ、そのようなアプリケーションになっております。このアプリケーションはですね、月末のみ通常の6倍のインスタンス数が必要になることが予測できておりまして、まあ、月末のですね、バッチ処理はこんな感じじゃないかなと思います。オンプレミスの環境ではですね、ピーク時の負荷を意識する必要がありますので、オレンジの線の台数、つまりですね、6台のですね、インスタンスが常に必要になってしまうためですね、その分コストはかかってしまうんですが、必要な分だけ重量課金が使えるですね、EC2 ではですね、このような使い方ができますので、かなりの節約できることが予想できます。そしてですね、このように約 70% のですね、節約を実現することが可能になっております。これはですね、EC2 の特徴であります、セルフサービスなインフラ、使った分だけのお支払い、リソースの拡張縮小が容易、スケールアウト可能な構成という特徴のポイントからですね、できております。ではですね、このようなですね、特徴を持っている EC2 なんですが、どのような場所からですね、どのような構成で提供されているかのお話をしたいと思います。はい、EC2 はですね、どこで提供されているかなんですが、現在ですね、16のリージョンということで、16の地域からですね、サービスを提供しております。そしてですね、1つのリージョンはですね、複数のアベラビリティゾーンというものからですね、構成されております。そしてですね、アベラビリティゾーンはですね、データセンターの集合体になっています。この仕組みがですね、AWS の特徴になっております。またですね、77のコンテンツ配信のですね、エッジロケーションがあります。ではですね、先ほど出てきましたリージョンとアベラビリティゾーンの話、この部分をですね、少し掘り下げていきたいと思います。EC2 のですね、信頼性、可用性、をですね、の話をですね、する上で非常に重要なポイントになっております。先ほどですね、データセンターの集まりがアベラビリティゾーンというお話をしましたが、アベラビリティゾーンがですね、2つ以上、データセンターが複数、データセンター群ので構成されているアベラビリティゾーンがですね、2つ以上ある、これがですね、リージョンになっております。そしてですね、アベラビリティゾーン同士はですね、距離やですね、洪水とかですね、窓をですね、考慮して、互いにですね、影響を受けないようにですね、独立して運営されております。まあ、簡単に言うとですね、たとえですね、地震や水害などのですね、災害が起きましても、どこかのですね、アベラビリティゾーンがですね、生き残るように設計されております。またですね、これも非常に重要なポイントなんですけど、アベラビリティゾーンの間なんですが、このネットワークレイテンシーがですね、2ミリセック以下、でコントロールされておりますので、これがですね、リージョンとアベラビリティゾーンの設計のポイントになっております。ということでですね、EC2 という仮想サーバーのサービスもですね、リージョンとアベラビリティゾーンを非常に意識したサービスになっております。
つまりですね、お客様がですね指定したリージョン、お客様が指定したアベイラビリティゾーンでですね EC2 のサーバーをですね起動することができるようになっております。例えばですね、アベイラビリティゾーン A でですねサーバーの1号機を立ち上げて、アベイラビリティゾーン B でですねサーバーの2号機を立ち上げて使っていただくことも可能ですし、アベイラビリティゾーンの間はですね2ミリセック以下でコントロールされておりますので、アベイラビリティゾーンをまたいでですねクラスターの構成を組んでいったことも可能になっております。このようにですね EC2 はですねさまざまな特徴を持っているサービスになっているんですが、 AWS がですね提供しておりますさまざまなサービスをですね合わせて使っていただくことによって EC2 をですねより便利に使うことが可能になっております。はい、EC2 はですね AWS のですねコアサービスということで、ここに、掲載されております通り、さまざまな、サービスとですね連携できて、動作することが可能になっております。 AWS のサービスはですね現在90を超える、サービスが提供しておりまして、提供されておりまして、サービスの追加機能改善というものが日々行われております。まあ、このようにですね AWS の、サービス追加改善がされることによって EC2 の機能もですね合わせてより良くなっていく、これもですね EC2 を使うメリットになっております。連携できるサービス機能はですねこのスライドに書かれているものもある、書かれていないものもあるんですが、本日はですねここに中からですねいくつか連携するですねサービスを紹介していきたいと思います。例えばですね先ほどのサーバーを増やしたりですね減らしたりさせたい場合のことを考えてみたいと思います。 EC2 自体もですね伸縮自在な仮想サーバーということで API で起動停止っていうものができるんですが、オートスケーリングというサービスを使うことによってですね時間帯やですね負荷の状況などをですねトリガーにしまして、サーバーの台数を増減させることができるようになっております。そしてですね ELB というですねロードバランサーのサービスを使うことによって変化したインスタンスの数にですね動的に対応する、こんなですね使い方が簡単にできるようになっております。そしてですねこの図はですねロードバランサーを使って複数のサーバーに負荷分散するというよくある構成なんですが、オンプレミスのですね環境ではですねピーク時のサーバーロードをさばける台数をですね常に用意して、そうしてですねそうするですね構成になっているかと思うんですが、EC2 にですねオートスケーリングの機能とですね ELB を組み合わせることによって CPU の使用率などがですねある一定の敷地を超えたタイミングでですねサーバーの台数をですね動的に変化させる、そういったことがですね簡単に可能になっております。はい、それではですね、EC2 がですね動作する、ハードウェア、ストレージをですね見ていきたいと思います。クラウドにですねおける仮想サーバーとは言ってもですね物理的なですねホストコンピューターの上でですね稼働していてですね、ストレージをですね使っているっていうのはですね変わらないのですが、そういう意味で、EC2 にもディスクが必要になります。EC2 ですね使うストレージはですねインスタンスストアというものと、Amazon EBS になりまして、バックアップ用途ではですね S3 が使われております。はい、インスタンスストアについては、ホストコンピューターにですね内蔵しているですねディスクになっておりまして、 EC2 をですねストップしたりですねターミネート、つまり削除ですね削除したりするとディスクのデータは消えてしまいます。こういうですね仕組みになっております。性能やですね容量に関しましてはインスタンスタイプごとにですね規定されておりますが、追加費用なしでご利用いただけるメリットもございます。一方ですねネットワーク越しに利用できる EBS はですね EC2 とは独立に管理されているものになっておりまして、 EC2 をですね停止したり削除してもですねデータが消去されることはございません。またですねボリュームごとに性能容量をですね定義することもできるようになっております。そしてですねスナップショットの機能を使っていただいてバックアップを取ることも可能になっております。ここではですね物理的な話をですね少ししましたが、もちろんですねホストコンピューターが故障することもないとは言い切れないので、その場合のですね対応
についてですね、少しお話ししたいと思います。まずはですね、オンプレミスのアクティブスタンバイ構成なんですが、冗長性をですね、考慮してスタンバイノードを準備するかと思います。そしてですね、フェールオーバーに備える構成でですね、普段利用しなくてもですね、スタンバイノードの準備は必要ですし、そのメンテナンスも必要になってくると、このようなことがですね、オンプレミスの環境かなと思います。ではですね、AWS の場合はどうかということなんですが、AWS の場合はですね、起動している EC2 インスタンス以外はですね、すべてスタンバイ機になっております。こんな感じですね。今起動している EC2 インスタンス、それ以外がもうバックアップインスタンスということで、スタンバイ機になっております。ということでですね、たとえホストコンピューターに障害が起きても、別のホストコンピューターからですね、立ち上がるような仕組みになっておりますので、もちろんですね、スタンバイノードの準備やですね、費用、メンテナンスというものが不要になっております。それをですね、自動的に実現できる機能がですね、オートリカバリーという機能になっております。ホストコンピューターのですね、ハードウェア障害やですね、EC2 の内部で障害が発生している場合にですね、自動的にインスタンスがですね、再起動してですね、別のホストコンピューターで立ち上がる仕組みになっております。ただですね、条件が一つありまして、特定のインスタンスタイプであることとですね、 EC2 のルートボリュームがですね、 EBS である必要があります。次にですね、実際に EC2 を作成するときのことを考えてみたいと思います。オンプレミスの環境ではですね、まず OS をインストールしていただいて、そこから始まるんですが、EC2 の場合はですね、 AMI という Amazon マシンイメージというですね、 OS のイメージを利用しますので、いきなりですね、数クリックでですね、 EC2 を作成立ち上げることが可能になっております。またですね、立ち上げた EC2 にですね、アプリケーションをインストールしたり、パッチを当てたりしてですね、カスタムのですね、 AMI をですね、作成することもできるようになっております。このカスタムのですね、 AMI を作っておけばですね、その AMI から最終構成のですね、インスタンスをですね、複数台作ることも可能ですし、別のリージョンにですね、コピーしていただいて、そちらでですね、 EC2 を起動するということもですね、容易にできるようになっております。そしてですね、 EC2 を稼働し続けるためにですね、必要になってくるのがですね、監視になるんですが、AWS にはですね、クラウドウォッチというサービスがあります。このクラウドウォッチからですね、AWS の各種リソースをですね、モニタリングすることがですね、できるようになっております。ではですね、どのようなことができるかなんですが、CPU の使用率などですね、ハイパーバイザーからですね、取得できるメトリックスやですね、自分で追加定義したカスタムメトリックス、そういうものをですね、監視したりですね、それらをですね、時系列にですね、グラフ表示させたりすることが可能になっております。またですね、メトリックスに識位置をですね、設定していただいて、それを超えたらですね、アクションをすると、そういう定義もですね、可能になっております。そしてですね、オンプレミスではですね、ログの収集サーバーを用意したりですね、ログを監視するということを別に用意していたと思うんですけど、これらのことはですね、クラウドウォッチログスという機能を使うことによって簡単に実現できるようになっております。ここまでがですね、EC2 の自身のですね、機能やですね、他のサービスを組み合わせた特徴の話をしてきましたが、やはりですね、セキュリティはですね、皆さん気になっているところじゃないかなと思います。これについてはですね、皆さんと同じだと思いますが、AWS でもですね、セキュリティを最優先事項として捉えております。そのためですね、クラウドのセキュリティを確保し続けるためにですね、それを証明するためにですね、ここに掲載されておりますですね、第三者認証というものをですね、取得して維持し続けている、これを AWS が行っております。このようなですね、第三者認証を取得維持し続けるためにはですね、大変な労力がかかるのですが、お客様はですね、いきなりですね、この証明されたインフラ環境を使うことができる、これがですね、 AWS を使うメリットになっております。さらにですね、 AWS のパートナー様やですね、AWS からですね、セキュリティに関連するですね、サービスを提供させていただいております。本セッションではですね、 AWS が提供されているセキュリティに関連する機能について少しご紹介したいと思います。
まずはですね、ネットワークなんですが、 AWS にはですね、 VPC というサービスがあります。分離したですね、ネットワーク環境を簡単に作成できるサービスなんですが、インターネットとのですね、やり取りが必要であれば、VPC の中にですね、パブリックサブネットをですね、用意していただいて、インターネットへの接続がですね、不要であればですね、プライベートサブネットを用意する。このようなこともですね、簡単にできるようになっております。またですね、既存のですね、データセンターと AWS の間をですね、VPN やですね、専用性のサービスで接続することもできますので、既存のデータセンターのですね、延長線上に AWS の環境がある、そのようなですね、使い方も簡単にできるようになっております。またですね、セキュリティグループというですね、ファイアウォールの機能も提供しております。 EC2 をですね、作成するときにですね、必ず設定するものなんですが、デフォルトはですね、全トラフィックが閉じた状態になっております。受信アクセスのですね、プロトコル、ポート番号、アクセスを許可するですね、IP アドレスなどを指定していただいて、簡単にですね、簡単に利用できるものになっております。他にもですね、さまざまな AWS のセキュリティの機能、サービスをですね、利用することができるようになっています。Web アプリケーションファイアウォール、WAF やですね、暗号化に関するサービス、認証認可のサービス、変更履歴やですね、監査証跡ログをですね、管理できるサービスなどもですね、提供させていただいております。このあたりのですね、機能については AWS がですね、運用管理を行っているマネージドサービスとしてですね、提供されておりますので、メンテナンスは不要でして、オンプレミス環境でですね、セキュリティ対策をする場合に比べてですね、より簡単にですね、セキュアな環境をですね、構成することが可能になっております。はい、それではですね、どのように EC2 を使い始めるかの話に移りたいと思います。ここでですね、EC2 作成のデモを行っていきたいと思います。本セッションでですね、得られた知識、今までご紹介させていただいた内容でですね、簡単に作成が可能になっております。手順なんですけど、まずステップ1ということで、Amazon マシンイメージを選択していただいて、次インスタンスタイプの選択。そしてですね、インスタンスの設定ということで何台稼働するかとかですね、あとどの VPC、どのサブネット、どのアベラビリティゾーンを選択するかというのを選んでいただきます。そしてステップ4ということでストレージの追加ですね、していただいて、ステップ5、インスタンスのタグ付けですね、タグ付けすることによってインスタンスを管理することも可能になっています。そしてステップ6ということでセキュリティグループの設定。押していただいて、最終確認していただいて、作成ボタンを押すとですね、数分で EC2 の環境が出来上がると、こういう形になっております。それではですね、いきなりですけど、デモをしたいと思います。はい、これはですね、私の環境なんですけど、マネジメントコンソールからですね、AWS に、環境にですね、ログインした状態になっております。で、今回はですね、バージニアリージョンを選択しております。まずですね、AWS のサービスということで EC2 を選んでいただきます。この検索の窓で EC2 って打っていただけると最初に出てきますので、これをクリックしていただくと、まずこのページが開きます。で、インスタンスの作成というところがありますので、そこをクリックしていただきます。そうするとステップ1ということで AMI の選択になるんですが、ここではですね、 Amazon Linux を選択したいと思います。そしてですね、ステップ2ということでインスタンスタイプの選択になります。いくつか、たくさんですね、57以上あると思うんですけど、この中から選んでいくんですが、今回 T2 マイクロを選んでみたいと思います。さっきのインスタンスファミリーっていうのはこのファミリーっていうところに書かれております。でも選択されておりますので、このまま次の手順に行きたいと思います。そして、今回立ち上げる、インスタンスの詳細の設定ということで少し設定します。ここで、サーバーですね、まあ3
そうですね、3台とかしましょうか。でネットワークは既存のですね、でサブネットですね、サブネットの中にここにアベラビリティゾーンの情報がありますので、 US East 1D とかですね、 1A とかありますので、ここで選択することが可能になっております。そしてストレージの追加に行きたいと思います。現在ですね、EBS のストレージが入っておりまして、これサイズを変えていただいたりだとか、ボリュームタイプということでハードディスクのタイプに変えていただいたりだとか、IOPS が必要なアプリケーション、高いですね IOPS が必要なアプリケーションであれば、プロビジョンド IOPS というものを選択することも可能になっております。はい、で次タグ付けなんですけど、タグ付けはですね、今回ちょっとスキップしたいと思います。はい、そしてセキュリティグループの設定で、ここでですね、新しいセキュリティグループ作成してもいいですし、既存のですね、セキュリティグループを選択することも可能になっております。ここでは私がすでに作っておりましたセキュリティグループを選択いたしました。で確認と作成押すと、設定内容を確認した上で起動って押します。で、EC2 のインスタンスですね、ログインするときに、通常のパスワード認証は使わない仕組みになっております。キーペアということで秘密鍵を使って認証することになっておりますので、まあ、常にですね作っておりますキーペアということで、ここに書かれてますキーペアを選択したいと思います。はい、まあ、こんな感じでですね作成中になっておりまして、こういう形ですね、今作成中なんですけど、まあ、こんな形でですね、ここまでできましたら、例えばですね、もうお茶を取りに行っていただいて帰ってきてですね、飲み終わった頃にはですね出来上がっていると、そんな形でですね出来上がる、手軽に出来上がるものになっております。はい、こんな感じで EC2 が簡単にできると、デモの紹介でありました。でですね、本日のセッションでですね、実際にですね EC2 を触ってみたい、自分のペースでですねいろいろやってみたいと思われた方は多いんじゃないかなと思うんですけど、そんな方にですね向けてですね、 AWS ではですね無料利用枠というものをですねご用意しております。AWS のアカウントを作っていただいてからですね、一部のサービスについては12ヶ月間無料で利用することが可能になっております。 EC2、S3、RDS というですね、よく使われるサービスはもちろんなんですが、 AWS がですね提供しておりますデータウェアハウスのサービスも使えるようになっております。詳しくはですね、こちらのウェブサイトをご覧いただければと思います。そしてですね、無料利用枠でですね、EC2 の検証、AWS の検証をですね、進めた後は、商用環境への導入をですね、検討する流れになるかと思いますが、実際にですね、どのような費用がかかっているかというのが気になると思います。そのですね、コスト試算ができるツールがですね、オンライン試算フォームということで、シンプルマンスリーカリキュレーターになります。ここに、掲載されています通りですね、日本語でですね、使えるようになっておりますので、ぜひですね、こちらを試していただければと思います。それではですね、もう少し、実際にですね、AWS を利用し始めた場合のコストについて考えてみたいと思います。ここにですね、掲載されています円グラフなんですが、AWS をですね、利用し始めたお客様の料金の内訳をですね、表したものになっております。このようにですね、移行のファーストステップとしてはですね、コストに占める EC2 の割合がですね、多くなってきてるんですが、ここからですね、分かることが、EC2 のコストをですね、減らすことができれば、もっとですね、AWS 全体のコストを安くできるということになっております。方法としてはですね、いくつがあるんですが、本セッションではですね、EC2 自体のコスト最適化のですね、方法についてご紹介したいと思います。AWS のですね、特徴はですね、初期費用なし、重量課金というものなんですが、よりですね、柔軟な、購入オプション、料金体系をですね、ご用意しております。
一つ目はですね、オンデマンドインスタンスでですね、重量課金でご利用いただくものになっております。これはですね、EC2 の特徴でもあるですね、購入オプションになっております。二つ目はですね、リザーブドインスタンスというもので、重量課金とはですね、違って1年間もしくはですね、3年間でのですね、ご利用をお約束していただく代わりにですね、最大 75% の割引がですね、得られるオプションになっております。そしてですね、最後3つ目なんですが、スポットインスタンスになります。スポットインスタンスはですね、ユーザーのですね、入札額によってインスタンスの利用料が決まるものになっておりまして、オンデマンドインスタンスに比べてですね、大幅な割引が得られる、そういう購入オプションになっております。そしてですね、どのような利用シーンで、どの購入オプションをですね、選択すればいいかなんですが、オンデマンドはですね、先ほどのですね、時系列のサーバー負荷のグラフにもありましたが、平常時とですね、ピーク時の差がですね、激しい場合やですね、増減が必要な場合に適している買い方になっております。あとはですね、キャンペーンサイトなどですね、一時的な利用、あとは検証環境もそうですね、そういう一時的なですね、利用を考えている場合にもですね、おすすめのオプションになっております。次にですね、リザーブドインスタンスなんですが、デイビーサーバーなどのスケールアウト、スケールインがですね、難しい構成のものや、常時稼働しているサーバーにですね、有効なオプションになっております。そしてですね、スポットインスタンスになります。スポットインスタンスはですね、分散処理のですね、タスクノードにですね、非常に適していましてですね、バッチ処理や解析などに一時的にですね、サーバーを増やしたい場合に適している購入オプションになっております。ただですね、スポットインスタンスに関しましては、入札額がですね、サーバー価格を下回った場合にですね、インスタンスが終了されてしまうという仕組みになっておりますので、注意が必要になっております。多くの場合はですね、オンデマンドインスタンスで数ヶ月ほど稼働状況やですね、特性をですね、把握していただいて、必要なところをですね、リザーブドインスタンスにしていくというやり方がですね、ベストプラクティスになっております。ここまでがですね、 EC2 の入門セッションだったんですが、いかがでしたでしょうか。それではですね、本セッションのまとめに入りたいと思います。まずですね、 EC2 はですね、初期費用なしで、必要な時に、必要なだけですね、使っていただける、重量課金でですね、使っていただけるサービスになっております。そしてですね、お客様がですね、セルフサービスでサーバーを数分で起動して使っていただけるサービスになっております。そしてですね、幅広いインスタンスタイプが用意されておりますので、まずはですね、用途別にインスタンスファミリーから選択いただいて、その後インスタンスタイプを選択いただければと思います。そしてですね、 EC2 は AWS の仮想サーバーのサービスになっておりますので、 AWS のサービスとの連携が非常にしやすいような仕組みになっております。他のですね、 AWS のサービスを使ってですね、より便利に使っていただければと思います。そして最後にですね、複数の購入オプションをですね、うまく使うことによって、コスト最適化をですね、簡単に実現できますので、コストセーブをですね、楽しみながら EC2 を使いこなしていただければ幸いです。はい、これでですね、本セッション終わりになります。最後までご清聴ありがとうございました。 AWS の河本より講演をさせていただきました。